世界の名将が韓国に集結。ブラン監督が語る驚きの真相。皆さんこんにちは。今日はバレーボール界に激震が走った衝撃のニュースについてお話しします。世界が注目する名将フィリップ・ブラン監督がなんと韓国のクラブチームの指揮を執ることになったのです。パリ五輪で日本を8強に導いた直後のこの決断、一体何が彼をそこまで動かしたのでしょうか。そしてなぜ今世界中の名将たちが韓国に集結しているのか、その驚くべき真相に迫ります。ぜひ最後までご覧いただきコメントいただけると嬉しいです。まずはブラン監督の軌跡を振り返ってみましょう。彼は日本男子バレーボール代表を率いて長年低迷していたチームを世界レベルにまで引き上げました。その手腕は世界中で称賛され、日本バレーボール界の救世主とも呼ばれていました。そんな彼がパリ五輪後に日本を離れ、韓国のクラブチーム現代キャピタルの監督に就任したのです。この決断に多くのファンが驚きを隠せませんでした。なぜ日本を離れたの？韓国に何があるの？日本には未練はないの？こんな疑問が次々と湧いてきます。でも待ってください。実はブラン監督の決断の裏には驚くべき理由があったのです。それは韓国バレーボール界が今世界中の名将たちを引きつける魔力を持っているからなのです。ではなぜ世界の名将たちが韓国に集まっているのでしょうか。その理由をブラン監督自身の言葉を交えながら詳しく見ていきましょう。まず1つ目の理由は挑戦のしがいがある環境です。ブラン監督は韓国メディア MK スポーツのインタビューでこう語っています。韓国は他とは異なる外国人をよく選び、新人選手をよく選ばなければならない。長い時間を経てチームを作り、選手たちを成長させなければならない。この言葉からは韓国のバレーボール界が持つ独特の難しさと、それに挑戦する監督の意気込みが感じられます。世界トップレベルの指導者たちにとって、この他とは異なる環境こそが自身の手腕を試す絶好の機会なのです。2つ目の理由は長期的なビジョンです。ブラン監督は韓国紙スパイクのインタビューで現代キャピタルを選んだ理由をこう説明しています。現代キャピタルのスタッフと会った時、トップを奪還しようとする長期プロジェクトを私に説明してくれた。その部分に魅了されたんだ。日本代表チームで言ったように段階的に頂上へ乗せるというプロジェクトが魅力的だった。つまり短期的な成果だけでなく、チームを根本から強くしていく長期的なビジョンがブラン監督の心を動かしたのです。そして3つ目の驚くべき理由が待遇です。韓国紙東亜日報によると、韓国のプロバレーボールリーグでは外国人監督の年俸が3億から4億ウォン、約3160万円から約4220万円にもなるそうです。これは世界的に見ても破格の待遇で、全世界で唯一公式にプロバレーボールを標榜する韓国リーグだからこそ可能な金額なのです。ある韓国のスポーツエージェントはこう証言しています。ある球団が新しい監督を選ぶことにしたと発表した当日だけで、履歴書が20通以上送られてきた。世界中の指導者たちが韓国リーグに熱い視線を送っているのが現状なのです。しかしこれらの魅力的な条件の裏には大きな課題も潜んでいます。ブラン監督は韓国バレーボール界の特殊性についても言及しています。若い選手には時間が必要だ。その時間を通じて選手の能力値、強い心を成長させることができる。この言葉には韓国の若手選手の育成に時間がかかるという現状が示唆されています。さらに韓国のバレーボールファンからはこんな声も上がっています。世界のスポーツ界とは全く異なる韓国スポーツ特有の競技力より、ビジネスとしてのスポーツという価値観の上で選手、チームを育成する難しさは相当だと思う。特に技術面のレベルアップには相当時間をかけての作業になりそう。それプラス兵役やら上下関係やらでスムーズにいかないことも多いはず。これらの声からは韓国バレーボール界が抱える構造的な問題が浮かび上がってきます。技術面でのレベルアップ、独特の上下関係、そして兵役問題、これらは外国人監督にとって大きな挑戦となるでしょう。しかしブラン監督はこれらの課題を前向きに捉えています。多くの困難があるだろう。それでも選手たちが心を合わせて勝っていけばいい。私たちの選手とコーチングスタッフは全ての選手とコーチングスタッフがそばで助けているということを感じられるように最善を尽くす。この言葉からは困難を乗り越えてチームを強くしていこうという強い決意が感じられます。ブラン監督の手腕が韓国バレーボール界にどのような変革をもたらすのか、それは世界中のバレーボールファンが注目する大きなテーマとなっています。ではブラン監督の韓国での挑戦は日本バレーボール界にどのような影響を与えるのでしょうか。日本代表チームでの8年間の経験を持つブラン監督、その経験は間違いなく韓国チームの強化に生かされるでしょう。つまり日本のライバルである韓国がさらに強くなる可能性があるのです。これは日本にとって大きな脅威となる一方で、いい刺激にもなるかもしれません。ライバルの成長は時として自国の成長を促すきっかけにもなるからです。実際ブラン監督の退任後、日本バレーボール界では新たな動きが始まっています。若手選手の積極的な起用や新しい戦術の導入など、ブラン監督の遺産を生かしつつ新しい日本バレーボールの形を模索し始めているのです。一方でブラン監督の退任を惜しむ声も根強くあります。日本もケチケチしてないでいい監督来るように同じ額の契約金を出してよ、金積まないといい人材は獲得できないよ。このような声は日本バレーボール界の課題を浮き彫りにしています。世界レベルの指導者を獲得し維持するためにはそれに見合う待遇や環境整備が必要不可欠なのです。しかしブラン監督自身は日本に未練はないと断言しています。日本ではまた帰ってきてほしいという話をたまに聞いているが、すでに決定を下したので全面的にここに集中しなければならない。私のプロジェクトにより集中している。この言葉からは新たな挑戦に全力を注ぐブラン監督の決意が感じられます。そして彼のこの姿勢こそが世界中の名将たちが韓国に集結している理由を象徴しているのかもしれません。新しい環境、新しい挑戦、そして自身の手腕を試す絶好の機会、これらが世界の名将たちを韓国に引き寄せているのです。では最後にこの名将集結が韓国バレーボール界にもたらす可能性について考えてみましょう。世界トップレベルの指導者たちが一堂に会することで韓国リーグの質は間違いなく向上するでしょう。それは単に試合の質だけでなく、選手育成のシステムやバレーボールに対する考え方そのものにも大きな影響を与えるはずです。さらに世界中の注目が韓国リーグに集まることで韓国バレーボール界全体の価値も高まっていくでしょう。これは選手たちにとっても大きなチャンスとなります。世界レベルの指導を受けることで選手たちの技術や戦術理解は飛躍的に向上する可能性があります。そしてそれは韓国代表チームの強化にもつながっていくはずです。しかしこうした変革には時間がかかります。ブラン監督も若い選手には時間が必要だと語っているように、即座に結果が出るわけではありません。それでも長期的な視点で見ればこの名将集結は韓国バレーボール界にとって大きな転換点となる可能性を秘めています。そしてその変革の先頭に立つのがブラン監督なのです。彼の韓国での挑戦がどのような結果をもたらすのか、それは日本を含む世界中のバレーボールファンが固唾を飲んで見守っているところです。さてここまでブラン監督の韓国移籍と世界の名将たちが韓国に集結している理由について見てきました。この動きは単に一人の監督の移籍という枠を超えて世界のバレーボール界全体に大きな影響を与える可能性を秘めています。韓国バレーボール界の変革、日本との新たなライバル関係の構築、そして世界のバレーボール界のパワーバランスの変化、これら全てがブラン監督の決断から始まったのです。彼の挑戦がどのような結果をもたらすのか、それはバレーボールファンだけでなくスポーツ界全体が注目する大きなテーマとなっていくでしょう。そしてこの名将集結が世界のバレーボール界にどのような影響を与えていくのか、それもまた私たちが今後注目していくべき重要なポイントです。バレーボール界の新たな時代の幕開けを共に見守っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。